はいさーい、はいさーい、リュウダイアイビーン。皆さんこんにちは、リュウダイアイビーンのお時間がやってまいりました。この番組は現役留大生が琉球大学の先生や学生と研究や留大沖縄の魅力について語り、琉球大学沖縄を盛り上げていこう、そして受験生や現役の学生さんに留大の魅力をお伝えしようという番組です。今週のパーソナリティは私、琉球大学研究企画室 URA の稲峰と、卒業生の山城です。はい、はい、よろしくお願いします。早速、現役の留大生じゃない2人が今日はパーソナリティとなっているんですが私研究企画室っていうのは琉球大学の先生方のですね、研究をサポートしたりそれを発信したりですね、そういった活動をする部署になりますので、そういったところから研究の方についてお話できればなと思っています。一方、山城さんの方はご紹介お願いします。はい、あ、そうですね、私は、この琉大アイビーンの、コーディネーターをされている、宮國先生のですね、教え子でして、2018年に卒業をして、今は台湾の広告代理店で勤めてるんですけれども、今回この台湾の春節で先週1週間ですねお休みだったので、里帰りとして沖縄に帰ってきました。はい、あ、そうなんですね。あ、うん、そっか、台湾だと今がこう正月、旧正月になるわけですねそうですね、はい。どうですか、台湾から帰ってきて沖縄の今こうちょっと沖縄の人はみんな寒いなと感じてるんですけど、いかがですか。そうですね、春節の1週間前ぐらいに沖縄の旧正月と同じなんですけど、なの2週間前ぐらいに来たんですけど、その時全然寒くなくて、ね、帰ってきて今ものすごく寒くて、今もちょっと若干震えてますねそうですよね、はい、私も実は沖縄に今住んでるんですけど、ちょっとつい、1年2年前まで長崎にいたんですけど、あ、そうなんだ。はい、そこにいるときは沖縄って冬でもあったかいよねと思ってたんですけど1年沖縄に住むともう沖縄モードになって、もう沖縄の冬も普通に、あ、寒い寒い震えてますっていう感じになっちゃうなっていうところですねそうですよね、はい。そういえば台湾も島国ですよね、台湾だと今が正月なんだっていうようなメッセージもいただいてますね。クローバーさんですかね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、それではですね、この今のようにですね、ツイッター、ツイキャスの方でもですね、放送中皆さんからのですねメッセージを受け付けていますので、この後紹介しますが、ゲストのですね先生に対する質問であるとか、これ今お話ししている内容についてですね、何かコメント質問等ありましたらよろしくお願いします。それではですね、本日のゲストを紹介いたします。本日のゲストは琉球大学島嶼地域科学研究所所属の藤田陽子先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、藤田先生が所属するのは、琉球大学でですね、沖縄や島嶼島国のこと、あ、島のことをですね研究している島嶼地域科学研究所というところになります。で、そちらはですね、藤田先生はそちらで、おととしまで研究所長をされていて、はい、今教授としてご研究をされています。で、藤田先生の研究の専門は環境経済学という、はい、件ですね。環境も経済も聞いたことあるけど、じゃあ環境経済学は何だろうっていうところはですね、ちょっと私も最初聞いて思いましたので、そういったところも含めて今日お話しいただければなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、CM などにですね詳しくお話を伺っていきたいと思いますので、はい、これでは一旦CM に移りたいと思います。はい、今 CM 中です。はい、CM 中もこの声がネットで流れてますので、なんだで、もうちょいくっつけて声を聞くしゃべりましょう。あ、わかりました。はい、晴れたらね、最高ですよ。ザ・沖縄。確かに。
琉球大学病院の新しいです、ね、工事の様子をここから見れるからです。そうですよね。私も初めて見ました現場を。すごい巨大な巨大ですよ、ね、人もいっぱいですよ今。本当ですか。工事関係者、この通りって実はこう建物っていうかこうやって見れる場所ってないですよね。ないですね。他に、うん、だから国とかの方々がよくうちで視察してます、あっちの現場を。ここに今日入らないと見えないです。そうですね。外にはなるかと。こういう風に見え、だいたい道路ここも全部通るだけなんで。そうですよね。自分もこんなに見れることないですよね。うん、綺麗だな。それだけでもバッと来る。あと20秒で始まります。じゃあ僕は挨拶して喋り始めましたか。はい、はい、お願いします。ラジオをお聞きの皆さん、ツイキャス YouTube ライブでのご覧の皆さん、琉大 IB に FM 技能案 79.7 メガヘルツでお届けしています。パーソナリティの稲峰と、あ、山城です。はい、本日のゲストは琉球大学東証地域科学研究所の藤田陽子先生です。それでは改めて藤田先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速ですが、先ほど私の方から気になるってことでちょっと振ったんですけど、環境経済学、藤田先生のご専門の環境経済学というのはどのような研究分野なのか、まずはご紹介いただいてよろしいですか。はい、名前のごとくその経済学の中の分野、応用分野なんですけれど、まあ経済学っていうのがその経済発展の道筋とか、あるいは経済のその現状を分析したり、あるいはその経済に関係するその人とか企業の行動の分析をする学問なんですけど、環境経済学っていうのはその経済、人の経済活動が原因になって起こる環境問題を経済学の理論とか分析手法を使って、分析したり考察したりするっていう学問なんですね。で、大抵環境経済学が専門ですっていうと、環境と経済が一緒になるんですかってよく言われるんですけど、確かに環境を守るっていうことと、まあ、経済開発をするとか経済発展するっていうのはあちらを立てればこちらが立たずの関係ではあるんですけど、ただ経済が原因になって環境問題が起こってるっていうことはもう 100% つながっているので、その原因の部分からその環境問題にアプローチしていくっていう考え方で、その環境問題の解決方法を考えるっていうのが環境経済学だと思います。はい、なるほどですね。まあ、環境の問題っていうのを経済的に捉えて、そうですね、でそことの今の話だと両立を目指すということに、はい、という部分でまさにこう環境を経済的に評価する。学生さんなんかには環境のことを純粋に考えたかったら生物とか技術とかそちらの分野の方がいいよって言ってるのは言ってるんですけど、なぜかというとやっぱ環境経済学ってその環境と経済をどういうふうにバランスを取っていくか、どちらかが犠牲になるじゃなくてどうバランスを取っていくかっていうことを考えるので、どうしてもその両方ともどっかまで我慢するっていうのがあって、言い方を変えるとどこで妥協できるかなんですよね。でその妥協点をどう考えるべきかっていうことを、突き詰めていく学問なので、純粋に環境のことだけを考えるっていうわけではないんです。やっぱり私たち人間にとっては経済活動も大事だし、これを無視することはできない。 でも環境も大事なので、やっぱりいい環境の中で暮らしたいじゃないですか。だからその2つを一緒にこう享受するためには
どこでバランス取ったらいいのかねっていうのを考えるのが環境経済学ですかね。で、それはどうしたらできるのか。なんかちょっと質問してもいいですか。これって例えば経済とかの場合だと、この、経済が、まあ、指標がいろいろあると思っていて、経済を測る指標あると思うんですけど、環境の指標とかってあるんですかね、なんか数字として、うん、環境の指標はどうしても自然科学的な指標であるとか、あとは、まあ環境汚染の、レベルとかね、そういったものを測る、これは工学的になるんですかね、そういう分野になってしまうと思うんですけれど、環境経済学ではそこもちょっと、貨幣単位で指標化するっていう取り組みもあって、環境の経済的価値評価っていう分野があって、私も少しやってるんですけど、環境、その人、その環境に関わっている人たちがその環境をどれぐらい 大切に思っているかっていうのを、お金の単位で表現するっていう、まあ、賛否両論あるやり方なんですけど、はい、そういう分野もあるんです、はい、なんかその経済学だから経済と環境を両立するって考えたときに、おそらくその経済と環境、まあ、例えば環境の汚染があった場合だとか、そういう場合に例えばそれが損失として見なされて、経済が良くなっても損失してたらそこまでインパクトとしては良くないよとか、いろいろあるのかなと思ったんですけど、その時にじゃあその妥協点を探して、経済の、まあ経済でって GDP とかありますけど、そういうものと環境の指標がそれぞれマキシマイズされるというか、最大化されるものになるべきなのかなと思ったので、そういうところをやってるっていう感じですかね。そうですね、経済学なので、うん、その環境への影響とか、うん、環境の損失、うん、あるいは環境を保全することによって、うん、その得られる、ベネフィット、便益ですね、うん、これもお金の単位で測ろうとするのが、やっぱり環境経済学の特徴ではあると思うんですね。で、その環境費用、環境コストっていうのをどのようにして当たり前のように我々の経済活動の中に組み込んでいくかっていう、はい、そういう、なんていうんですかね、方策を考えるのも環境経済学の役割になってますね。面白いですね。面白いですよね。はい、まさにこう沖縄っていうのはもう観光で、観光っていうのは、沖縄の観光っていうのはもう、うん、まさにこう自然とか環境と、うん、もうそれをもうリソースにしているのはもう間違いないっていうところで、うんうん、でそこと経済っていうことを考えると、まあ、沖縄にとっても非常にこう、まあ、重要な学問分野なんだなっていうところは今感じたところです、うんうんうん、でもう一つはこう環境とか自然に、まあ、なんだろう、こうお金の価値っていうか、まあ、うんうんうん、環境っていくらっていうような視点っていうのは、うんうん、確かにこうなかなか考えないですよね、うん、そうですね、こう自然が大事とか、生き物がいっぱいいることは素晴らしいとか、自然いっぱいだと私たちすごい心が癒されるよねっていうようなこう、まあ、質的な判断とか価値観っていうのはあるんですけど、一方で今言ったようなこう、じゃあこれっていくらなんだろうっていうのは、うん、確かになかなかこう難しい、なかなかこう先生がされているのはこう難しいし、逆にこうそれは難しいからこそそれが評価できると、まあ、面白いし価値があるなっていうのは思いましたね、うんうん、ありがとうございます経済的な価値を測るときに、その例えばこの環境を健全な状態で守ったら、うん、観光客が何人ぐらい来てくれるんだろうねって、それでどれぐらい収益が上がるんだろうっていうこととか、あとその漁業とか林業とか営んでいる海とか森林を守ったときに、その林業や漁業からどれぐらいの収益を続けて得ることができるのかっていう、その直接的ないわゆる市場価値で環境の価値を測るっていう観点ももちろんあるんですけれど、もう一つはその人々の今おっしゃったような大事だと思うとか癒されるとかっていう主観的な価値っていうのは、なかなかその他のものと比べる数値でに置き換えることができないんですよね。そうですよね。アンケートなんかですごく大事だと思うが5、うん、大事だと思わないが1って1、うん、2、3、4、5で丸つけてくださいっていうのあるけど、うん、でそれでももちろんどれぐらい大事だと思われてるのか思われてないかっていうのは分かるんだけれど、他と比べることはできないんですよね、うん、そうですね。でそれをちょっとある種の工夫をして、で
あの貨幣単位で評価することによって、うん、じゃあその環境を開発して得られる時の経済的な利益と守った時にその、維持される価値、自然の価値っていうのはどっちが大きいんだろうっていうのを比べることができるっていう、そういうのが、まあ、一つ環境経済学の中の一つの分野の経済的価値評価っていう分野になりますね。なるほど、まあ、まさにこういうお話を聞いててここから見えている海の景色とか、はい、そういったのにもなんかこうちょっとこう、ね、これの価値とかということですね。こうそうすると先生、うん、こういう景色を見てたら少しこう、あ、これだといくらぐらいかなとかってそういったことがそれはね、あのこの景色を見て今とっても大事なご指摘をいただいたんですけど、はい、この景色を見てこれは守らなきゃって思う人もいれば、うん、いや別にどうでもいいんだけどって思う人も、いやいや埋め立ててね、それこそ今ちょっと北部の方でテーマパークできるなんていう話題がありますけど、うん、いや埋め立ててホテル作って人来てもらった方がいいじゃないっていう人もいるわけですよ、うん、で人それぞれなんですよね、同じ環境に対する価値観っていうのは。でそれはやっぱり全て拾い上げていかないといけないので、ただあの集計的にしか扱えないというところが限界ではあるんですけど、でもそういう価値を見出している人もいれば見出していない人もいるというところで、まあ調査をして、であのその調査の対象になった集団の人たちにとってはこの景観がどれぐらいの価値があるのかっていうのを、まあ、例えば年間1億円とか2億円とかっていう形で評価をするっていう、うん、支払い私学っていうのを使うんです。この環境を守るためにいろいろこう環境政策とか対策をしなくちゃいけない、はい、まあ、具体的にそれは示すんですけど、そのためにはお金がかかります、うんうん、でその費用をあなた自身にも負担していただくとしたら、あなたはそれに対していくら払いたいと思いますかっていう支払い私学っていうのをアンケートで聞く、うん、でそれを集計してあのトータルの価値額とするっていうやり方があるんですね。仮想評価法っていうんですけど、はい、これはあの非常に今分かって逆に聞いてて思ったんですけど、こういったアンケートをされると改めて、あ、じゃあ自分はこれをこうどれくらい大切にしてるんだろうとか、自分にとって、まあ、いくらではないですけど、はい、まああのどれくらいなんだろう、こう優先度が高いもんだろうっていうのをアンケートされる方もちょっと考えるなっていうのは思いましたね、うん、非常に面白いです。そうですね、はい、考えていただける機会になればそれはまあ、 あのいいことだし、でもう一つはその価値学としてそれだけの価値があるんだっていうことを、まあ、地域の人をはじめとするあの関心のある人があの、うん、知ることができるっていうことももちろんあるのと、うんうん、もう一つもうちょっと現実的に言えば、じゃ あの今この対策にいくらぐらいそのうーん対策費用がかかっているのか、そのかけている費用は果たして妥当なのかどうかということを、つまりそうやって出された価値額っていうのは対策をして保全することによって得られる便益ですよね、はい、だけどそれ以上にお金がかかってしまったら経済学的にはこれは合理的ではないので、うん、そうですね、見直さなきゃいけないっていう判断になるんですね、うん、でそういった政策の評価にも使われたりするんですよね。どうですか山下さん。そうですね、いやいや本当に今回初めてこういうお話を聞いているのですごくあの興味深いなと思いますし、まあ、これからは必要なんだろうなって思いますね。これ今沖縄だけではなくて多分世界的にそういうあの環境保全とかしながら、まあ、サステナブルな発展とかっていうのはやはりあると思うので、まあ、今日この後もう少しお話しするかもしれないですけれども、はい、すごく今日楽しみです。はい、ありがとうございます。じゃあ藤田先生は今こう環境経済学で今こういった形でまあ環境を評価しているってことだったんですけど、じゃあ実際にそのターゲットっていうかまあ対象としているあのまあ例えばこう沖縄県であるとかあのそういったまあどういったところの環境をご研究されているんですか。あの、まあ、今ちょっと支払い私学の話をしましたけど、あの調査は仮想評価法というアンケートを用いる調査なんですけれど、これ結構あの手間とお金と勇気がいるのでそうめったにはできないんですけど、私は今まではザンマミですかね、ケラマを対象にしたものと、それからあのこの番組のコーディネーターの宮国先生
と一緒に参加していたプロジェクトで、あのミクロネシアの小さな小さな島国のパラオ共和国っていうところでやりました。はい、サマミア、ケラマのはどういったあのそれこそ海とか、はい、そういったサンゴ礁の、はい、サンゴ礁の保全の経済的価値評価ということで、はい、なるほど、確かに私たちサンゴ礁はなくなるからなくならないようにしなきゃいけないっていうのだけはこうイメージとしてあるんですけど、じゃあサンゴ礁のこう経済的な評価をされた際にどういったことがこう分かってきたというか、どういったふうに評価されたんですか。そうですね、まあ、ザマミでやった時にはちょうど今ぐらいの季節に、もうちょっと先かな、2月から3月にかけてぐらいやったんですけど、あのトマリン港とそれとザマミの方の港のところでやったんですね。学生さんに協力してもらって、そうね、答えていただいた方がね、ほとんどが観光客の方だったんです。なので、まあ、あの保全に対して好意的な意見が多かったんですけど、時々その地元の方も答えてくださっていたんですけど、これはですね、分かれるんですね。やっぱりいろいろな価値観がある。だから観光に携わっている人は絶対守らなきゃいけないっていう、その積極的な感じなんですけど、それ以外の人たちはいや別にそうなんですね。そういう方もやっぱりいらっしゃるんです。はい、うん、なのでやっぱここでその価値観の多様性っていうのを知ることができたのは、うんうん、私は研究者としてはやっぱりあの大切なことだったなと思います、うん。なんかこれって、先ほどどなたにアンケートを取るかによって答えが変わってきますよっていうところだったと思うんですけど、これでなんか気になるのが、そもそも多分このサンゴを保全する必要がないだろうって思ってる方での多くは、おそらくそのサンゴがどれだけ大事なのかっていうことに、まだ分かっていないだとか、例えばサンゴの現状とか、あとは先ほどおっしゃっていたそのどれぐらい経済的な価値とかそれ以外の価値があるのか分からないと思うんですけど、そこって今現状どうなっているんですかね。サンゴの現状とか、サンゴ礁の現状ですか、はい、皆さんが、そうですね、あの、はい、私はそこは専門ではないんですけど、ただ趣味でスキューバダイビングやるので、はい、あのサンゴの海は好きなんですけど、はい、やっぱり私ダイビング始めてからもう10年以上にはなるんですね。で沖縄の海はいろいろ海外も潜りましたけど、やっぱり沖縄の海素晴らしいなと思うんです。でもあのやっぱ開発の影響を受けているっていうのはあの確実に感じますね。はい、ここもちょっとサンゴあったはずなのにっていうところがあのちょっと荒れてってしまったりとか、なくなってしまったりとか、私がダイビング始めてすぐぐらいにオニヒトデの食害がひどかった時があって、その時はもう本当にあっという間に荒れ野のようになってました。そうなんですね、はい、ケラマとか、はいはい、でもうオニヒトデだらけ、もう絶対着底できないっていう今はもうそれは減っているんですか。いやどうなんですかね、それこそダイビング業者の方とかが頑張って駆除とかもされたりしてましたので、それで その効果もあるのか自然のそのサイクルなのか分かりませんけど、あの時ほどではないんじゃないですかね。最近ケラマ行ってないんであれですけど、はい、ただ時々見ますよやっぱり。あ、そうなんですね、はい、それはそれでね、生態系なのであ、そうなんです。確かに。あ、山城さんはダイビングとかご経験ありますか。私はもう、はい、沖縄生まれなんで、もうダイビングじゃない、もう素潜りというか海があったらそのまま飛び込んじゃうみたいな感じのタイプなんですけど、はい、海ね、沖縄の海はもう本当に素潜りでもシュノーケリングでも手軽にその美しさを楽しめるっていう、もう素晴らしい海ですよね。そう考えるとこう、今僕私も沖縄出身なんですけど、意外とこう、まあ、沖縄の中の人もそうですけど、こう沖縄の外から、まあ、いらしてる方とかの評価っていうのは、こう我々自身もこう気づくところがありますが、こんな価値があったんだっていうところは思いますね。ですよね、うん、そうですね、はい、結構ありますね。外に出てみて沖縄の海ってこんなに綺麗だったんだっていうことを思うことやりあったので、逆に帰ってきて沖縄の海に行きたいなとかよく思うようになりましたね。コメントが来てる。あ、はい、
カープボーイさんからいただいています。皆さんこんにちは。経済学ですか。最近は経済学者の人たちがアベノミクスの失敗で大変になってるって話をしますね。僕が一番信じてる金子勝さんが相当危ないって言っています。サンゴ礁はもう数十年地球上からなくなるって言っている学者の人もいますよっていうメッセージをいただいています。ありがとうございます。そうですね、だからサンゴ礁別になくなってもまた新しい生態系がそこにはできるんじゃないのっていう考え方もあるんだと思うんですね。ただやっぱり今私たちにできることがあるんであれば、まあ、サンゴ礁からさまざまな私たちは恩恵を受けていることは確かなので、まあ、これもねあれでいうと生態系サービスっていう自然環境が私たちにいろいろなその恵みを与えてくれている機能のことを生態系サービスって言うんですけど、もちろん景観もそうだし魚とかその海洋生物が卵を産んで命を育んでまた大人になって、でそれを私たちが例えば取って食べるとか見て楽しむっていうことだったり、まあ、水の浄化もしてくれてるとか、あるいはここからも見えますけどちょうどリーフエッジのところで波を止めてくれる天然の防波堤の機能があるということは有名ですけれども、でそういったいろいろな恩恵を受けていることは確かなので、それをずっと受け続けるためにはやっぱり私たちも守るっていうサンゴ礁を守っていった方がいいんじゃないのっていう考え方もあると思うんです。なのでそこのせめぎ合いではありますよね。なるほど。はい、だってサンゴ礁もね、だってもともと地球ができた時にポンとサンゴ礁があったわけではないですから、ね、大きな地球上の流れの中で歴史の中で育まれてきたものなので、それが例えばその流れの中で衰退していくって言われたらそれはしょうがないことっていう考え方もあるのかもしれないですよね。なるほど、まあ、大きな視点で見ると確かに、まあ、そう だけどそれが私たちの活動が原因になっているとするならばやっぱり責任取らなきゃいけないので人間は、はい、やっぱり努力をしなきゃいけないよねっていうことなんじゃないですかね。はい、そういうところでいうと、まあ、そこにこう経済学的、まあ、経済的な指標があるとまた違った形でのモチベーションというか、まあ、こう動くきっかけになると思いますね。はい、一方で先生じゃあもう一つ、はい、ダイビングの話もありましたけど、パラオの方はいかがですか。はいはい、こう研究やはりサンゴ礁の研究をされてたんですか。パラオは人が少ないので島も小さいんですけれど、人口も多分今2万人切ってるぐらいなので人の影響がさほどないんですよね。逆に今度パラオの海が影響を受けているのは気候変動の影響とか海洋酸性化とか流体にも研究されている先生いらっしゃいますけど、その辺の影響がすごく大きくて、なので向こうの漁師さんたちは上から見てると本当に綺麗なんですよパラオは。だけどやっぱり海の中はこの10年で変わってきてるっていうことははっきり向こうの海地の人たちはおっしゃるので、そういう影響を受けているのは確かのようですね。はい、本当にパラオは自然は素晴らしくて、パラオの人たちっていうのは自分たちにはもうこれしかないっていうこともよく分かってらっしゃるので、なのでパラオで仮想評価法のアンケートを取った時ももうほとんど否定的な人はいなかったです。サンゴ礁を保全するということに対しては、はい、やらなきゃいけないっていう、はい、そうですね、同じこう、まあ、海とかそういったの海洋資源を、まあ、観光の、まあ、もう一番の柱にしている、まあ、パラオと、うん、まあ、沖縄のザマミ与那国でも、うん、こういったふうにちょっとこう環境が変わったり、まあ、こう環境が変わるきっかけの理由ってところもこう違ったり、うん、そうですね、捉え方も違うんですね。うん、確かにそうなるとこう同じ島とかによってもいろんなところで調査をしないと、まあ、それぞれのこう事情とか、はい、まあ、一律化できないんだなっていうところはあるんです ね、はい、ですね、できないですね。特に島っていうところはもう島によって全く異なる。沖縄県内の島だけ見ても違いますよね、全然島ごとに。確かに、そこはちょっともういまたメッセージが来てますね。ありがとうございます。先に、カープボーイさんからまたいただいています。それ僕も思います。前に箱根かどこかの地震で川に温泉が流れて魚くいなくなって生態系が心配だって言っていたけど、それ主人がやってることだから
それも生態系なんじゃないかと僕は思うようにしたことがあります。先ほど の, あの、うん、生態系もまあそういったまあ全体的な営みの中の一つじゃないかと、ね、いうところですね、うん、はい、もう一つあの Z さんからいただいています。ありがとうございます。海で環境問題というと海洋プラスチックの問題のことが思いつくんですけど、うん、沖縄の海やパラオの海で海洋プラスチックが気がつく状態になっているのでしょうか、まあ、危険な状態とかそういったことになるんですかね、とか、まあ、目に見えるような状態になっているのかということなんですけど、藤田先生このあたり何かご存知ですか。はい、あの漂着ゴミの実はあの環境省だったかな、委員会にも10年ぐらい前に入ってたことがあって、それで現地の調査にも行ったりしたんですけれど、あのパラオも多分流れ着いてはいるんだと思うんですけど、ちょっとあのさほどは目立ってなかったのかな、それとも地元の人たちがあのビーチクリーンをしているかどちらか、うん、沖縄もそうですよね、うん、あの、はい、本島とかもそうですけど、あの地元の人たちがビーチクリーンしてくれてるから綺麗な状態でのところに観光客は私たちは行くことになるので、うん、あんまりこう意識しないんですけど、実はほっといたら大変なことになってるっていうのが事実ですよね。で沖縄の場合はあの内地本土の場合は自分たちの内陸由来のゴミが多かったりするんですよ、割合として。その川を伝って海に海岸にたどり着いてくるのも結構あるんですけど、沖縄の場合はほとんどが外から流れ着いてくるの、なのでうんと大変ですよね。自分たちが消費してた結果としてのゴミではなくて、うん、自分たちの預かり知らないところで消費されたものが流れ着いてきてしまって、ゴミ処理の責任だけを負うことになってしまっているっていうところが大きな問題ではありますよね、うん、はい、特にあの離島って言っちゃいけないんだけど島のね、もう処理場を持たない島などでも、もうあの漏れなく流れ着いてくるわけですよ。で集めるのはいいんだけれど、それをちゃんと処理場のあるところに持っていくためにはコストもかかるし、で誰がそれを負担するのかって最初の話ではないですけど、環境費用を誰がいくらどのような形で支払うのかっていうことも非常に重要な課題ではあると思います。まあ、まさにこうゴミ処理の問題のところもやっぱ経済、うん、まあ、そういったところで評価して、まあ、もうできるところが出てくるわけですよね。そうですね、本当は環境ってもっとねあの精神的なところで考えたいことなんですけど、うんうん、現実的にはやっぱり経済と結びつけて費用負担の話もそうだし、さっきの価値評価もそうなんですけど、経済と結びつけることによって初めて自分たちのこととして認識できる、うん、どれぐらいその重要な課題なのかっていうことが分かるっていうところもあるので、まあ、両輪なんでしょうね。その倫理的なあの価値、その環境を守らなきゃいけない価値っていう価値観というものを育てる教育とか啓蒙とかもしなくちゃいけないし、一方で目の前にあるこの問題をいかにその効率的に解決していくかっていうことを経済学とか技術の方で考えるっていう、はい、いろいろな分野が手を携えてですね、協力して解決していかないといけないのが環境問題かと思いますね。うん、まあ、本当にこう環境問題をリンクする、うん、あの先生のご研究だと思います。うん、それではあの一旦ですね、あのここで藤田先生のですね、あの選んでいただいた曲をですね、あのご紹介したいと思います。スマップで、はい、オリジナルスマイルという曲を藤田先生に選んでいただいてますので、こちらをあの皆さんで聞きたいと思います。よろしくお願いします。お聞きください。ちょっとちっちゃいので、もうちょいくっつけましょうか。いや、もう一枚かあと寄せていただいて、そうそう、これぐらい。
私のこんなまとまりのない話を受けて、いや面白いですよ。面白いですね。ありがたいです。大変だろうけどコメントも結構来てるのであれしてください。はい。って拾ってください。ありがとうございます。初めてでね、なかなかそこまでできないんですけど。ね、素晴らしいですね。うん、すごいすごい。この音楽オリジナルスマイル、あとで話したほうがいいんですかね。いや、これ、懐かしいなぁ。懐かしい。でしょ。いつだ。これ、ちょっと調べたんですけど、1994年。そう、10年ですか。そんなんだろう。30年近くない。私、1992年生まれたんですけど。聞いたことあるよなぁ。そっか。これは大変なんですね。商品名言っちゃっていいかな。オロナミンCのコマーシャル選挙。あ、そうなんですね。へぇ、確かに元気が溢れる感じがあっていいですね。ミシャ先生がこれを聞いて、でこのオリジナルスマイルをもう一回聞いたときに、僕の頭に浮かんだのはポカリスエットだったんですけど、まあ、多分、間違いないです。オロナミンCに間違いないんですけど、でもこれって多分こう大塚製薬っぽいんだろうなと思って。大塚製薬、こんなにバイタリティ溢れた会社の雰囲気が。なんか爽やかな感じとか、まあ、フレッシュ、エネルギッシュな感じとか、大塚製薬なんだろうなっていう、まあ、こんなにこう、まあ、企業名っていいのか分からないですけど、本当ですね、言えば。なので、まあ、ちょっと CM 明けにちょっと最初に言ったときに、ね、オリジナルスマイルを選ばれたという話を、はい、面白い。あとはどうだろう、いろいろこう話題としては反響をしたいとかあると思うんですけど、まあ一つはこう北先生は反響経済学を頑張るというかとか、それ話しますか。ぜひ私がこう盛り上がってくる一つです。あ、そうなんですか。ぜひ来てですね。お願いします。なんかこう働くようになりますね。そう、ちょっと今の時代、元気必要ですよね。でなんかこうやってそうですね、久しぶりになんかゆっくりちゃんと聞くとか、そうするとなんか、なんだろう、こう、視野広がっていうか、なんかいつも仕事とかいろんなことに集中して、リセットできるなって思いますね。ここに来る間、聞きながら来ました。そうなんです。スマップの最後のベストの3枚組に入れて、SD カードに入れて、車に入れてあるんです。スマップが好きなんですけど。好きでしたね。面白いじゃないですか、あのグループ。全然仲良しじゃないけど。知らないんですね。内情まで分かってる。全然分かんないけど、仲良しっぽくはないけど。初回から見てました。すごいですね。長い番組ですよね。そうそう、あった、あった。どうだっていうのとかなんか一時期すごい。そうですね。そうですね。世代的になんかアイドルっていうなんかスマップが一番最初に出てくる。そうですね。私興味を持った頃はもう大人になってた。じゃあそろそろでーす。スマップのオリジナルスマイルでした。ありがとうございました。はい、非常に元気の出る明るくなる音楽だったなと思いますが、藤田先生、この曲を選ばれた理由をお聞きしていいですか。単純に元気になる曲なので、私前から好きだったんですよね。なんだろう、まあ、元気が出るけん、なんだっけ、健康飲料の CM のCM ソングだったり、その昔っていうのもあるんですけど、なんか歌詞がね、
例えば最後の方の歌詞で腐ってたらもうそこで終わりとかあとねそういう個人その人をこう元気づけるっていうか自分をこう頑張ろうって思わせてくれたりあとはやっぱり今で考えたら世界中に笑顔をあの振りまいて幸せになろうぜっていうそういう歌詞もあるのでいいかなと思って選びましたでも、まあ、そう考えると、まあ、その CM 大成功ですよねもう本当にまさにイメージ通りのこう健康飲料の CM 見てCM 見て元気もらってっていうところでいやまあ、私も同じ印象だったのでもう、うんまあ、CM ってちゃんとそういう風に選ばれてるんだなって改めて思うところですけどそうですね、はい、それではあのここまで藤田先生が、研究されている環境経済学 あのどういった研究なのかっていうところやあの環境経済学でどういったところをこう研究されているのかってことを伺ってきたんですけどこれからですねじゃあ藤田先生がこう環境経済学を、まあ専門にされるあのきっかけであるとかどういった経緯で研究者になられたのとかそういったところを少し伺えればなと思います、はい、あんまり褒められた経緯ではないんですけどあの私大学を卒業東京の大学に通っていて、卒業社会福祉を学んでいたはずなんですけどあんまり学んでなかったツケが就職活動の時に来てですね卒業した時実は就職決まってなかったんですよでアルバイトしながら中途採用、まあ、すぐにあったので、数ヶ月後に中途採用で同じ大学の事務をで働くことになったんですね、はい、で、まあ、そうこうしてるうちにそれで仕事も職場も楽しかったんですけれど東京で通勤してると通勤時間も含めると本当に一日のほとんどが仕事で費やされるんですよ、うん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 、で仕事そのものは楽しかったんだけどじゃあこの仕事をしながら私は何を楽しんでるんだろうっていうのをちょっと考えるいろんなきっかけがあってで何か趣味があってそのために頑張って働くとか、まあ、家族がいてね、幸せに暮らすために働くとかってあるいは仕事そのものの成果を上げるために頑張るとかっていろいろ人によってあると思うんですけど考えてみたら何もないなと思ってこれいいのかなって十何時間を仕事に費やしてるのに楽しいから一家でいいのかなと思ってでなんか考えなきゃ30を前にしてと思ってでその時にあの大学の事務だったので周りに研究者の人いっぱいいますよね研究者いいなと思ってだそうだ研究者目指そうってそこからなんで、他の先生方みたいにその高校とか大学で勉強してきたことを突き詰めたくて研究、うん、その分野の研究者になろうではなく、うん、研究者職業にしてみようっていうところから始まってでじゃあ何やろうかなっていうところで新聞を読み始めたんですよ部長のところに来る新聞各紙を私一番朝早くに行ってたので部長の前に内緒で読みながらでちょうどその時に1992年 の国連環境開発会議か地球サミットブラジルのリオデジャネイロで開催されるものに向けてもう新聞各紙が日経も含めて環境問題を大々的に取り扱ってたんですね特に地球環境問題を環境問題かと思ってですごく興味が惹かれたの で環境問題やろう環境問題考えるにはどういう分野を専門にすればいいのかなで自分の資質からすると理工系はダメだなと思っていてで哲学とか倫理も難しすぎてダメで社会学も難しい社会学 C だったしなと思ってダメだなってでいろいろ読んでるとやっぱりこの環境と経済って必ずつながってくるのでその経済の方から視点から環境問題を考えるのが一番現実的な解決策を考えるにはいいのかなと思ってで調べたら環境経済学という分野がどうやらあるらしい。でその頃まだ本当に片手で余るぐらいしか日本語の本で出てなかったんです環境経済学っていうタイトルがついてるの翻訳本も含めてそれだったんですよ。そこから始めてで
経済学も避けてきた分野だったんですけど、あの、はい、環境経済学をやろうと思って、で環境経済学が学べる大学院を調べたら、最終的に入った筑波大学と京都大学と北海道大学しかなくて、うんうん、で北海道大学はちょっと寒いな遠いな、京大は入試に2カ国語が必要だったんです、はい、英語ともう1カ国語やらなきゃいけなくて、これ仕事しながら無理だな自動的に筑波当時仕事お仕事されながら、まあ、こういったところに進む準備をされてたってことなんですね、はい、そうです、はい、で、あの、もう一発勝負でちょうど30になる年で、あの、内緒で受けて、受からなかったら何事もなかったようにそのまま働き続けようと思ってたので仮面受験ってやつですねそうそう受けたら受かったので、はい、年末に辞めます、3月で辞めますで大学に入りました、じゃあそこからまあ研究、まあ、そういった環境経済学の研究をされ始めたということなんですね、はいはい、そうです、勉強そのものもそこからっていう感じで、でもなんか今のお話ってすごくなんかこれ琉球大学生が聞いてるかわからないんですけど、なんかすごくいいお話だなと思っていて、何のためにもなんですよ、なんかもう他の先生方が聞いたらなんだこいつだっていやそれでなんか結局、今すごく沖縄とかパラオの、観光とかもちろんその環境に関してもすごくいい影響をいただいてるっていうことで考えると本当にすごいなと思うんですけど、なんか僕のこの、まあ、昔の友人とかで例えばその就職活動に失敗して自殺してしまったとか、例えばもう就職活動1回目で自分が思うところに行けなかったから自分の人生終わったと思って苦労して、なんかもうなんかそのあんまり狂わされてしまったとか、まあそういう人って結構いるなっていうのを感じていて、まあ沖縄だと多いのか分からないんですけど、でもやっぱりそういうことじゃないじゃないですか、今実際こうやって最初はあの先生が思うところには行かなかったとしても最終的にはなんかその沖縄にとって、あの国外にとってもそのインパクトのあるお仕事をされていてそういうことって より多くの人に聞いていただくことって非常に重要なのかなと思ったので、ありがとうございます、はい、偉そうなことじゃないんですけど、はい、私大学生の時は自分は事務と先生は一番向いてないなって思ってたんですよ、その2つがこれまでやってきた仕事っていうそんな人間もいるだけど、まあ、その都度その都度なんかでも前向きにやんなきゃねっていうのもあったので、一生懸命やってたらそのこの仕事に就くはずじゃなかったんだけどと思っていても、そこに就職したってその仕事に関わったっていうことは多分そこで他の人はその自分を必要としてくれてるからそこにいるわけですよね、うん、与えられた場でとりあえず頑張ってみる、うんうん、それこそスマップのもう一個の頑張りましょうっていう曲に、うん、仕事だからとりあえず頑張りましょうっていう歌詞があるんですけど、うん、そうやってやってると、うん、自分にか気がつかなかった自分の資質も見えて、うん、あ自分結構これ得意なんじゃないっていうのが見えてきたりすることもあるんですよね、うんうん、私も事務って絶対無理って、あんな細かい仕事無理って思ってたんですけど、うん、まあミスもしながらそれなりに、うん、あ結構向いてるところもあるんだなって思いながら仕事してたこともあったので、だからね自分がこうなりたいって今思ってても5年後そうなってるかどうか分かんないですからね。そうですよね、だからそんなに、うん、その場その場で頑張っていれば道は開けていきますよ、うん、と思います、偉そうなこと言えないけどありがとうございます、はい、ありがとうございます。それでは一旦こちらで CM にしてちょっとその後またお話伺っていきたいと思います、うん、はい、はい、あと何分いっぱいあるも、5分、あと5、6分なので、ちょっと、はい、じゃあ4分ぐらい、じゃあちょっとこの辺り読んで、で、はい、多分まあ今の話の延長にもなると思うので、はい、学生さんに行ってところと、はい、最後、あそっか、当初科学地域研究所について、ね、研究所の話ちょっとさせてもらえばね。そうですね、じゃあちょっとここから、はい、研究所の話の流れで、いや多分先生今研究所所属で多分ゼミの学生さんとかはいらっしゃらないのかな、今はいないですね、うん、なので
ちょっとそこに絞って、はい、ここはあのなしでも大丈夫かと思いますね、はいはい、でも面白いですよね。こうなんかイメージする研究者 の, こうあのキャリアとまたこう異なって、でもそういった道もあるんだって分かることは、うん、あの選択肢が広がっていいですよね。今まさにこう山城さんが言ったように、褒められたもんではないと思います。なんか最近先週ぐらいに日経新聞で第一就職先で人生が決まってしまうと思うが、なんか7割ぐらい学生大学生が思っていて、そうですか、いやでも全然そんなことないんだけどなって思うじゃないですか、ね、もうねすでに経験してらっしゃいますからね。そう本当ですよ、うん、なのでそこは諦めないでやってほしいですし、うん、素晴らしい。私いまだにこの仕事を選んでよかったのかなって言ったらそれこそダメだけど思いますもん、うんうん、だから人に教えるなんてとんでもないと今でも思っているけれど、うんうん、お仕事だから精一杯やろうとは思ってますけど、うん、それ考えたら今から変わる可能性もありますもんね。わかんないですけどね、変わる。はい、それではあのメッセージをいただいていますので、いくつか紹介させていただきたいと思います。先ほどの話を聞いて、最近引っ越しましたさんから、いろんな人生があるんですね、学生にはいろんな経験をした先生が必要だと思います。ありがとうございます、入れてください。あ と,、ラファエルさんからですね、ゼミは開講されていますか、学部学科の学生は参加できますかという藤田先生 の, あの活動についてなんですが、いかがですか。私今ね学部を離れて研究所、当初地域科学研究所というところに所属していますので、残念ながらゼミは開講していないんです。だから環境経済学っていう科目は担当してますので、あのよろしければそちらを受けていただいて、はい、興味を持っていただける学生さんがいたら自主ゼミでも何でもで、まあ、単位にはならないのでそこがネックですけど、あのできると思います。はい、そうですね、まあ、でも興味を持っていただけたら、はい、そういったことを学ぶチャンネルはあるのかなって、はいはい、して思いました。あと Z さんから、大学ではそんなにないでしょうけど、先生になると生徒からバカにされるから嫌だなと思う人多いと思うんですけど、それでも先生になる良さって何だと思いますか。いやー、何でしょう、これは人に、先生によるんだと思うんです。私先生になりたいと思っていたわけではないって言ったらまたダメなんだけど、あの未だに向いてるかどうかは全く分かっていないんですけど、でもやっぱり学生さん、いろいろな学生さんがいて、で自分はまあ教える立場ではあるんだけれども、大学ぐらいになってくるとやっぱり学生さんも自分の意見を持っている。でそこでこうね、あのやり取りができると、それはそれでとてもお互いに楽しいことなのかなとは思いますね、はい、自分の世界が広がるっていうのは教員の方にもあると思います、はい、なるほどですね、ありがとうございます。皆さんメッセージありがとうございました。それではあの最後にですね、あの藤田先生が所属されている当初地域科学研究所について、最後に簡単に藤田先生に紹介していただきたいんですけど、はい、あの大学の藤研究施設という感じですね、研究を、まあ、主にやっているところなんですけれども、あの今5名の専任教員がいて、私が環境経済で、あと考古学、文化遺産学、ジェンダー学、それから琉球沖縄近代、近現代史、それぞれあのバラエティに富んだ専門を持っている教員がいて、あの沖縄、島としての沖縄、それから沖縄以外の島嶼の、うん、あのその島嶼の特徴を踏まえた上でのさまざまなその地域 の, あの課題について考えるという、そういう研究所にいます。あの島とは何かっていうところから始まって、最終的にそこに行き着くっていう、とても大きな課題も抱えてはいるんですけれど、あのそこをその理論、ちゃんとした理論や分析に基づいて地域の課題を解決する方法を考えるということに取り組んでます。はい、はい、ありがとうございます。それではですね、あのもっともっとお話を伺いたいんですけど、あの時間になりましたので、藤田先生、あの本日は面白いお話ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではあの今日藤田先生からお話を伺いましたけど、山城さんいかがでしたか。あ、そうですね、なんか、そもそもこういったこの環境と、経済を両立させて、その一番いいこの環境、あ
あの状態を保っていこうっていう学問っていうこと自体が私が正直初めてあの恥ずかしながらすぐあの聞いたので非常に勉強になったっていうのもありますし、これからまあ沖縄パラオだけではなくてあのまあ全世界的に必要な学問だと思うので、私もこれからちょっと勉強したいなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。あの実は今日あのパーソナリティされている山城さんは、2月10何2週間後にまた参加されるってことなので、その時はまた山城さんまたお話を面白いあの楽しみにしてますのでお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それではあのこれであのおしまいの時間になりますので、来週は琉球大学医学研究科初の女性教授山本和子先生をゲストにお招きしてお送りいたします。はい、それではあの琉大ヤイビンはみんなで一緒に琉球大学の魅力を伝えていこうという番組ですので、琉球大学の学生さんあのこういった活動に参加したいって方はですね、ぜひあの気軽にアクセスしてください。よろしくお願いします。それではお時間になりましたので失礼いたします。本日のパーソナリティは研究企画室稲峰と、山城でした。はい、あ、さよなら。さよなら。ありがとうございました。